い、どうも、園芸ファクトリーのゆうきと。ぼーちゃん。かわいい、ちょっと待って、もう一回やっていい。どうも、園芸ファクトリーのゆうきと。ぼーたって。みさきと。あかりです。よろしく。はい、ということでね、挨拶できたね、ちゃんとね。もうなかなかできたらいいじゃん。結構いい感じで挨拶できておりましたけど、はい、照れがねまたいいよね、ちょっとね。今回ですね、やるのは園芸ファクトリーのスタッフ T シャツ渡していきたいと思います。はい、以前からですね、僕はスタッフ、うちに来たスタッフにですね、僕が書いてデザインとかそういったものをですねやってて、僕のこのね T シャツもまあデザイン入ってるんですけど、花ちゃんって、これですね、花ちゃんのやつじゃなかったですけど、ここであの花ちゃん書いておいてもらっていいですか、編集さん。はい、スタッフに合わせた T シャツをね、どんどんねプレゼントっていうかね、まあ着ていければなと思ってるので、それをね、みさきちゃんのねこれ T シャツもねプレゼントしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それちょっと開けてみてさ、オープン、オープン、オープンザオープン。はい、こちらでございます。めっちゃかっこよくないこれ。何も見えない。すげえかっこよくないこれ。見えない、見てね、これかっこよ、これ。おお、思ったよりいい。思ったよりいい、失礼だな。しかもあの、もうここから先あの冬仕様なので、ちゃんと冬のあったかい汗をちゃんと吸収するやつ、吸収というかそれはあの素材のやつにしました。これをね、まあ、ここから寒くなってくるので、うん、これを着て、はい、スタッフ T シャツとして頑張ってください。頑張ります。まああの、美咲ちゃん他にもスタッフ T シャツ、なんだろう、2個だっけあるよね。リスナーさんにいただいたものはある。うちのやつはあれだよね、この園芸ファクトリーのこのロゴの入ったやつね、とこれだけですね。え、ここに園芸ファクトリーって書いてあるやつあったじゃん、ここに。あれ、リスナーさんからいただいたやつ。違う、あれ俺だよ。何言ってんだよ。もらってない。ここに、後ろに園芸ファクトリーって書いてあって、ここにも、ここかなんかにも。あーあーじゃねえ。あれ俺だよ。ねえ、ほんと。あ、違う、なんで開けてんだよな、これな。開けちゃった。あ、これ、あまりにも怒りすぎて、あの、普通に。俺が開けてしまいました。はい、すいません。で、次はこれね、あかりちゃんですね。まあ、あかりちゃん研修生ですけど、まあ、研修っていうか、もううち泣いて決まってるので、これを着て、ね、頑張ってください。はい、これです。はい。はい、あかりちゃんこれです。これ、あの、うちのスタッフ T シャツ。ちょっと L なんだけど、いい？大丈夫？はい、L だからなんかさ、重ね着してもらってさ、うん、で、まあ、あかりちゃんはまだ、あの、まあ、ランクがあって、一番最初のあの、俺が着てるやつと一緒、全く一緒なの、これ。これあの、一番下のランクのやつ。あの、水泳でいうあの、緑棒みたいな。今ないのか、そういうの。これが芸人になって、その芸人のレベルが上がってくると、あの、オリジナルのやつが、まずはこれ、みんなこれ。これですね。それを着て、園芸ファクトリーの一員として、お花って書いてありますけど、もうお花はあのハワイ語であのね、家族みたいな意味でございますので、それを着ていただいて、頑張っていただければと思います。はい、ということで、あのそんな動画でした。どうそれ、なんか、もらってさ、なんか、あ、園芸ファクトリーの一員になったんだなみたいなことある？嬉しいです。あ、単純に嬉しい。着ていきたいな。いいよね、それね、着ていいよ、着ていいから。明日、うん、これを着てちょっと気合い入れてもらいたいと思います。はい、美咲ちゃんは美咲ちゃんで、はい、でこれもうあの自分のねオリジナルのやつということで、まあ、これを着て頑張ってください。冬路上頑張ります。はい、これを着て冬路上、冬の前にまず紅葉路上ですけども。何をおっしゃる。いきなり紅葉。紅葉はちょっと暑いかなと思ってます。暑くない、暑くない、全然暑くない。マジ暑くないから、本当龍神大吊橋舐めない方がいいと思うよ、マジで超大変だからね。ということで、まあ、これを着て頑張ってもらえればなと思います。頑張ります。ね、まずは風邪をひかないよう、はい、体調崩さないよう、あかりちゃんはね、お菓子だけだけどね、あの体調崩さないよう、みさきちゃんはね、はい、コロッといかないよう気をつけていただいて、頑張っていけたらいいなと思います。園芸ファクトリーの一員みんな頑張れと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、最後じゃあ美咲ちゃん久しぶりだから締めてください。新しいスタッフ T シャツいただき、心機一転、一転これからもバシバシ頑張っていきたいと思います。どうぞ園芸ファクトリー今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いいね。